トロイ・ベイリスは、オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州、タリー出身の元オートバイレーサー。スーパーバイク世界選手権で、ドゥカティのマシンを買ってサンドワールドチャンピオンを獲得した。ロードレース世界選手権でも同じくドゥカティで勝利を記録した。2008年、3度目のスーパーバイク世界タイトルを獲得し、現役を引退した。同選手権、通算52勝は、カール・フォガティに次ぐ。 歴代2位の記録である。幼い頃はスポーツで活躍していたが、10代になると競争への情熱は薄れ、ベイリスは塗装工見習いとして、ジョーベリーの下に自転車で通勤する日々を送っていた。毎日通勤でディーラーの前を通るうちにオートバイに見せられるようになり、川崎 z x r 百五十をローンで購入することになった。そのマシンでレースに出場し、 初戦で優勝、その後のレースでも良好な成績を収めていった。資金面でのリスクはあったが、ベイリスはレーサーとしてオーストラリア国内のスーパースポーツ選手権に参戦することを決心した。1995年にスーパースポーツ選手権でシリーズ2位を獲得すると、翌年からはオーストラリアスーパーバイク選手権にステップアップ。1997年には、 シリーズ3位の成績を残した。その1997年にベイリスは鮮烈な世界デビューを果たすことになった。フィリップアイランドで行われたロードレース世界選手権最終戦をオーストラリア GP にワイルドカード枠でアリー・モレナーレーシングから鈴木 RGV ガンマー250を買って出場。ファイナルラップの最終コーナーでは3位につけていたが、鈴木のマシンは ライバル勢に比べてパワーが劣っていたためストレートで順位を落とすことになってしまった。それでもベイリスは6位入賞を果たす活躍を見せた。この活躍が関係者の注目を集め、ベイリスは翌1998年より GSE デュカッティチームよりブリティッシュスーパーバイク選手権に参戦することになった。デビューシーズンは第11戦。 カドウエールパークで初優勝を果たしたが、クラッシュやマシントラブルも多く、タイトル争いに絡むことはできなかった。しかし1999年には、クリス・ウォーカーを破り、2年目にして見事チャンピオンに、輝いた。2000年シーズン、ベイリスは当初アメリカに渡り、アマ・スーパーバイクで、ルカティを買って戦っていた。しかしスーパーバイク世界選手権、第2戦、 フィリップアイランドでカール・フォガティが重傷を負い、結果的に現役を退くことになった。そのため、ベイリスはフォガティの代役、後継として世界選手権におけるドゥカティのワークスチーム、ドゥカティ・コルセで戦うことになった。デビュー戦の第3戦スガオでは、スタートに大失敗すると、最初の3ラウンドは満足な結果を残せなかったが、その後はシーズン2勝を挙げ、 シリーズランキング6位に入る活躍を見せた。2年目の2001年シーズン、ベイリスは開幕からの5レース中4レースで2位を獲得、第5戦モンザーでシーズン初勝利を遂げた。その後もベイリスは快進撃を続け、ディフェンディングチャンピオンのコーリン・エドワーズとのチャンピオン争いを制し、第12戦圧戦で見事ワールドタイトルを確定させた。 チャンピオン確定後の最終戦イモラでは、レース1でクラッシュして、鎖骨を折ってしまった。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ2002年、ベイリスは、開幕から17レース中14勝という記録的な快進撃を続けていたが、コーリン・エドワーズも多くのレースで2位に入り、ポイント差の広がりを最小限に抑えていた。シーズン終盤にはエドワーズが9連勝という怒涛の巻き返しを見せ、 ベイリスを逆転し最終戦イモラで自身2度目の世界チャンピオンを獲得した。このイモラでのレース1ではベイリスはトップでフィニッシュした。しかしベネリのピーター・ゴダードがマシントラブルでコース上にオイルを撒いてしまい赤旗が振られたため数周前時点での順位が採用されることになりベイリスは2位に終わってしまった。皮肉にもこの原因となったゴダードは オーストラリアスーパーバイク選手権の鈴木チームを去る時に後継としてベイリスを推薦したというベイリスにとっては恩義があるライダーだったこのシーズンのベイリスの敗因としては彼のチームが生み出した不運が大きかった第10戦ブランズハッチではタイヤを温めるために蛇行していたチームメイトのルーベンチャウスと絡んで重傷を負ってしまった第9戦ラグナセカからチームは マシンのフレームを新しくしたが、フィーリングが変わってしまったことに、ベイリスは不満を述べていた。最終戦イモラでやっとチームは元のフレームに戻し、ベイリスは以前の速さを取り戻した。2005年キャメル・ホンダ・ポンス翌2003年より、ベイリスは、エドワーズと共にロードレース世界選手権、モートジッピークラスに戦いの場を移し、最初の年は、 ドゥカティ・マルボロチームから参戦したベイリスの方が、より成功を収めた。この年から参戦を開始したドゥカティ・デスモセリチの、戦闘力は高く、参戦で3位表彰台を獲得し、シリーズランキング6位を記録した。フィリップ・アイランド、ブルの、ウェルコムでは短い間ながら、トップ走行も経験した。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの座を、ニッキー・ヘイデンと争ったが、惜しくも2ポイント差で敗れることになった。 チームメイトのローリス・カピロッシは第6戦、カタルニアでチームに初勝利もたらし、シリーズ4位に入った。しかし翌2004年にはベイリスは苦戦し、シリーズランキング14位に沈んでしまった。カピロッシもシリーズ9位に終わる。この年のマシンは、ストレートスピードは、驚異的に速いもののハンドリングに問題を抱え、ベイリスはコースアウトクラッシュを繰り返すこととなってしまった。 このシーズンをもって、ベイリスは、SBK 時代から通算5年間在籍した、ドゥカティワークスを一旦去ることになった。2005年シーズンは、シトポンス率いるキャメル・ホンダチームに移籍を果たした。開幕前のテストでは2004年仕様のマシンで、良好なタイムをマークし、第2戦、エストリルでは、チームメイトのアレックス・バロスが勝利を収めたが、表彰台の獲得も必ず、さらには、 腕の骨折によってシーズン終盤6戦を欠場。シリーズランキングは15位に沈み、この年をもってベイリスは GP を一旦去ることになった。モートジッピーで期待外れのシーズンを送った後、ベイリスは2006年よりドゥカティワークスチームに復帰し、再びスーパーバイク世界選手権を舞台に戦うことになった。シーズン開幕前のカタールでのテストでは、 前シーズンのモートジッピーの予選に当てはめると13番手に相当するタイムを叩き出した。市販車ベースのスーパーバイクでのこのタイムは驚異的である。シーズンが開幕するとベイリスは前半戦に8連勝を成し遂げるなど、ライバルを圧倒し続け、残り2戦となった第11戦イモラでチャンピオンを確定させた。スーパーバイクが閉幕後、ルカティは モートジッピー最終戦バレンシアに、不勝欠場中のセッテジベルノの代役として、ベイリスを招聘した。ベイリスは、予選2番手から飛び出すと、レースをリードし続け、自身初のモートジッピー勝利、2位にはカピロッシが入り、ドゥカティにとっては、初の1から2フィニッシュを成し遂げた。ベイリスは、このバレンシアを自身最後のグランプリだと、インタビューに答え、 翌2007年シーズンもスーパーバイク世界選手権で戦っていくことになった。第3戦ドニントンのレース1では6周目に転倒し、右手が一瞬マシンの下敷きになり、小指を複雑骨折、切除を余儀なくされる大怪我を負ってしまった。レース2を欠場しただけで次戦からは復帰したが、最終的にチャンピオンは、ホンダのジェームス・トスランドに奪われることとなり、ベイリスは、 シリーズランキング4位に終わった。現役最後となった2008年シーズン、ニューマシン・ルカティ戦9 8を勝って開幕戦、カタールに臨み、レース1でデビューウィンを成し遂げた。その後もチャンピオン争いをリードし続け、第13戦、マニクールのレース2での勝利で、自身3度目の世界チャンピオンに輝いた。最終戦、アルガルベでは、レース1レースにダブルウィンを達成し、 優秀の美を飾った。2009年、ベイリスは、地元オーストラリアのツーリングカーレース、V8 スーパーカーに、トリプル、F レーシングチームから、ディーン・フィオーレのペアドライバーとして、スポット参戦でデビューした。当初デビュー戦となるはずであった、フィリップアイランド500ではフィオーレが登場中の、フォーメーションラップにマシントラブルが起きて、ベイリスはレースに出ることはなかった。 次戦のバサースト戦でデビューを果たしたが、予選最後日からスタートし、ベイリスが走行中の59周目にスピンをきっしりダイヤに終わった。ベイリスは、妻キムとの間にミッチ、アビー、オーリーの3人の子供を設けている。ありがとうございます。